惹かれた時、娘は生きていたんですか？とある地方都市で起きたひき逃げ事件。誰かに見られてたのかな？誰か来たのか？この人はこの店に来たことありませんか？警察みたいな真似はしないでくださいね。こんなことするって脅迫だろ。そんなこと分かってるよ。バカにするな。手を出して。10時13分逮捕。娘さんの遺品の中に携帯電話が見当たらなかったんですが。何が分かってるの？教えて。あの日娘と待ち合わせしてませんでしたか？隠された人間の奥底が、おい、あらわになっていく。ささやかな今日という日を心を込めて。もう帰ってこないことも分かっています。忘れてほしい。私待ってますから。ありふれ、誰かを責めて楽になるならいくらでも責めるわ。それでも人生を歩いていく、決して消えることのない痛みを胸に。静子、ありがとう。ひき逃げ。